デビルジャーク滅亡を確信したばかりのゴレンジャーの前に突如巨大な影が立ちはだかる。何者だ。お初にお目にかかるゴレンジャー。大フォボスとの戦い見物させてもらった。お前はジュピタリアン。ゴーカイジャーにやられたはずでは。我こそがデビルジャークの真の首領なのだ。なんだと。他の連中の能力を全て吸収して最強のデビルジャークに生まれ変わったのだ。仲間を利用するために死んだふりをしてたってこと。お前を倒して今度こそおしまいにしてやる。スーパー戦隊ごときに私を倒すことはできん。みんな行くぞ。黒い挑戦状、戦え5つの正義の星。作戦エディット、キャラクターセレクト、5人ルーレット、スタート。ルー、攻撃力が上がったぞ。真っ赤な太陽、無敵ゴレンジャー。
形が変わった。ゴレンジャー、地獄はこれから始まる。どういうことだ。これから全てのデビルジャークを復活させる。何だと。世界各地で我が仲間が同時に地球支配を開始する。さすがのスーパー戦隊も手も足も出ない。黙れ。そんな陰謀はスーパー戦隊が必ず阻止する。無駄だ。スーパー戦隊が何をしようと我々の行動は決して阻止することはできん。では復活の儀式に出発させていただく。待て。逃げ足の速いやつばい。敵は総攻撃を開始しようとしている。全スーパー戦隊にこの事実を伝えなければ。復活したデビルジャーク、我々地球に明るい未来は来るのだろうか。セーブ中は電源ボタンやリセットボタンに触らないでくれ。セーブ完了。遊ぶストーリーを